コックインザバラのワールドです。ボーカルのホルです。ダンジュリジュです。ダンミスケです。ベースのメイです。ドラムのカンナです。はい、というわけで本日も毎日更新頑張っていきましょう。というわけで、本日はですね、カンちゃん、メイ君、ミスケ君、ジュンちゃんと続きまして、それ後、春のですね、ちゃんはい、100の質問ということで、皆さんに春のことをもうちょっと知っていただければなと思っております。知る知る。それでは早速、よろしくお願いします。そうす、早速いきますよ。いきますか。はい、準備の方はいいよ。期待してるぜ。第1問、ハンドルネームは春です。ハンドルネームの由来は本名の漢字違いです。お、性別男の子です。誕生日1月16日です。星座ヤギ座です。いつも、星座占いだと12位にされてます。血液型は O 型です。前世草。住んでるところ地球。生まれたところ東京都です。ありがとうございます。職業はアウリスト。アウリスト。アウリスト。あー、なるほど。アウリスト。アウリスト。うん、学年小学26年生です。カラムーチョ。なんか SNS でいつでも絡んでもらって構わないです。似ている芸能人。月亭方正さんです。身長は165センチです。体重はいちご3つ分です。足のサイズ 26.5。 手の長さ。クリームパン1個。趣味は寝ること。特技寝ること。握力は寝ること。髪型いろいろやりますね。いつかアフロにするのが夢です。口癖は知らんけど。性格本当はぼーっとしてます。嗜好品どんどんやめてます。最近やめたのはお酒がほとんどなくなりましたね。はい、自慢のこと。お酒いっぱい飲めます。やめたんだよ。持っている資格何にもありません。使っている携帯電話 iPhone。 好きな男性のタイプ。一人に決められなくて、イケメンを4人揃えました。バンドで好きな女性のタイプ。静香ちゃんみたいな子。好きな言葉。焼肉。好きな芸能人。ああ、ハンバーグ師匠。好きな食べ物。ハンバーグ。嫌いな食べ物。酸っぱいもの全部。好きな飲み物。お酒。うん、嫌いな飲み物。お酒。好きな教科。国語。嫌いな教科。算数。好きなテレビ番組。クレヨンしんちゃん。好きな映画。そのシオンっていう監督の作品が全部好きです。好きな本。飯田ジョージさんのアナン。好きなスポーツ。格闘技。好きな音楽。EDM。好きなブランド。韓国。愛用の香水。今ちょっと定まってない。好きなお花。桜。好きなゲーム。ペルソナ。愛車。ベントレーです。将来の夢。おじゃる丸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 です。将来の動物は将来の動物は将来の動物。好きな動物は好きな動物はフレンチブルドッグ。休日の過ごし方。お昼から晩ご飯を作り始めてのんびり過ごすことです。尊敬する人。父親。今一番欲しいもの。お年玉。今一番行きたいところ。海外旅行。今一番やりたいこと。ライブ。よく使う路線。イケメン路線ですね。おお。またの名は王子様路線。おお。よく使う路線。
山手線ですじゃあよく遊ぶところお家カラオケでよく歌う曲須田雅貴くんあいみょん初めて買った CD 人空のオープニングテーママイブームは気まぐれクックっていう人 YouTuber の YouTube です。最近ひそかに興味があること。脱毛終える生まれ変わったら女の子になりたい。世界平和に必要なのはドラえもん。とにかく主張したいこと。 YouTube を更新してるのでみんなが YouTube を見て笑顔になってもらいたいです。疑問に思ってること。年々こうメンバー内で僕のなんて言ったらいいんだろうな、こうなヒエラルキーが下がっている。そんなことないよ気がするんですよね。そんなことないよ、うん。どんな状況に今下から2番目一番下誰10 、はい、ここだけの話はい、いつもぬいぐるみを抱いて寝ています。最後の質問ここだけの話お風呂では右足から洗うタイプ、はい、じゃあ100の質問でした。いかがでした。いや、なんか最近聞かれないなみたいなことだなと思って、うん、すごい良かったですよ。楽しかったですか。春のことをたくさん知ってもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ最後に YouTube を見てるみんなに一言。はい、ドックはですね今精力的に11年目に突入して活動しています。これを機にドックを好きになってくれる人がいてくれたら嬉しいなと思っているのでぜひ、YouTube の方もですねたくさん見てもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。